とうございます。チョコちょうだい。ない、チョコってないし、ないでしょ。しかもチョコあっても私が食べるからあげない。まもなくメインゲートがオープンします。まさきょぴさん、ハートありがとうございます。なひるさん、ラブレター、ハートありがとう。ペラマッド、え、ん、ちょちょちょ、全然ゆきさん、ポンタン、チョコパップ、ハートさん、チョコパップ、ありがとうございます。ありえないワクワク、ドキドキの驚きの体験、世界最高の一日が皆さんを待っています。よーし、みんな行くよ。それではオープン。わあ、ユニバーオープンした。長谷川さん、チョコポップ、キリジさん、レインボースター、ありがとうございます。石川先輩、ハート、マキークガーさん、ジジクッキー、ナヒルさん、クッキー、石川先輩、チョコポップ、ありがとうございます。じゃん、キティちゃん、ケテイちゃん、ケテイちゃん、マッコイさん、チョコポップ、ジジ、ハート、ちーちゃん、クッキー、ありがとうございます。ヨヨのヨさん、チョコポップ、 MK さん、クッキー、ありがとうございます。クッキー、あーあーわーわー、クッキー、マキクガさん、クッキー、マクイさん、チョコポップ、ありがとうございます。トシさんも、チョコポップ、ありがとうございます。ママスでなんでチョコ受け取った、もちろん受け取りました。ミスター CB、 ミスター CB から受け取りました。なんだっけ、とんかつピタサンドだったかな。スクショしたもん。違った、コロッケだった、コロッケピタサンド。ドコボコさん、チョコポップ、ジジ、ハット、ありがとうございます。チョコは誰かにあげたの。やばい、あげてない。なので今から作ります。パパさんは、知らない、知らない。そう、今からね、作ります。やばー、ユニバーサルナイトパレード、ナイトパレード見たいのにな。え、もうあれ再開したんかな。ミスター CB からもらったコロッケピタサンド、気まぐれコロッケピタサンド。空っぽは気楽だけど埋めたい時もあるよね。だって推しメン、推しメン、私の推しメン、
ちりちゃん、クッキー、えたぼさん、だるま、よいちさん、ハッツ、ありがとうございます。今日はちょっとね、あの1時間で終わりますので、襲ってるやめて、なんかそんなスバルはチョコマンだったよ。おー、いいね、チョコマン。もう、うちバレンタインにゼロだったよあ、バレンタインみたいな、まあ、でもプレゼントいただけるだけで嬉しいですって感じね、やっぱ推しメンからプレゼントもらえるもうなんともいいよって感じ。パンタチョコポップ、ありがとうございます。こんばんは。マサさん、ハットありがとうございます。ジージーレインボッシュ、ありがとうございます。しばら肉まん好きだからね。あ、そうなんだ、そういうこと。だけどチョコまんな。でもあれだよ、うちはんさやかさん、チョコポップありがとうございます。ジージークッキーありがとうございます。ちりちりちゃん、クッキーありがとうございます。鼻がむずむずする。スペファン乗りたい。ゴリゴリのアイドルやな。今日はそうですかこんばんは、長島さん、こんばんは。元気ですか？元気してる？サクさん、チョコポップありがとうございます。はい、行くよ。僕の好きな最強はちょいで、似合いすぎてキュンシス、なんで二つにも済んだの、男たちは首だけ、今日の君は最強ついでる、もっともっと好きになる、今世界で一番可愛い人。ライブまであと4日。バイバーイ、あと4日、明日バイト今日もレッスンしてて、今日もレッスンしてましたよ。そう、さっきまでね。さやかさん、ハットハットハットとハートありがとうございますハット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 ですね。あ、だるまもありがとうございます。だるま、大阪まで行く、そう、やばいです。今週の日曜、もうあと4日で、ね、みんなに会える、嬉しいけど緊張するポンタ、マイケル・クーガーさん、クッキーありがとうございます。夜行くよ、嬉しい、ありがとうございます。チケットはまだありますよろしくお願いします切符買ってホテル予約した、イエーイ、楽しみだね。いや、そういうの楽しいよね。私もさ、やっぱユニバ行く時とかもさ、ホテルとか見るの楽しいもん。なんか、まあ私は夜行バスで行くんですけど、そういうのとか見たりとか楽しいよね。なんか私もライブ見に行くとかさ、何かのライブ、アニメのライブとか声優さんのライブとか何かしらライブ見に行くってなった時とかめっちゃワクワクする。そういう気持ちだよね。みんなミムの卒業ぶりかな、怖いね。2年ぐらいぶり、そこまでいかんか。楽
ーキさんチョコパップ、ポニタクッキー、こぼす行ったことない飛行機やろうんね、チョコパップありがとうございます。広島ぶりだって、いやこの前出すけど嬉しいです。いつ会ったって嬉しいですからね、そりゃ。つゆちゃんハートありがとうございます。前乗りします。お、前乗り何しますか、まあ、とりあえず会場を見に行って下見してみたいな。ジハトゥシンジさん、チョコパップ、シンジさん、シンジくんクッキーもありがとう。心斎橋、そう心斎橋、マクス星もさん、ハッタッタッタ、心斎橋です。みんなでしょ、ユニバやろのりさんハートありがとうございます。大阪か、大阪来る、大阪と東京だよ次。ま、次は今週の日曜は大阪やけど3月10日の日曜はあの東京です。昼夜とあるのでどっちも来てくださいお願いしますやっぱりユニバ行くんやっていや分からんよそれは、分からんけど絶対行くうん、まあまあまあ、ありがとうございます。どんだけ好きだと思ってるんですか私がユニバ。ユニバどんだけ好きやと思っとるんですか。もう別にユニバに行く予定ないのにユニバのアプリ見て、あ今待ち時間こんぐらいなんだとか見てるからね。年パス、そう年パス税なんだよね。5月で更新が切れるので、ジュラシックパーク、このジュラシックライド、ジュラシックパーク、ジュラシックライド、あ、なんだっけはさ、まだできない、まだメンテナンス中だっけ。ジュラパライドはメンテ中、まだ蒼ちゃん、チョコポップありがとうございます。余裕で年バス戻っとってる、今余裕マジ余裕。あ、大規模か、そっか、2025年の頭ぐらいまで、やべえね、めっちゃ変わるんじゃん。じゃあめっちゃ寂しいけど、マジスパイダーマン終わっちゃったしね、ターミネーターもバックドラフトもなくなったし、バックドラフト好きだったのにな、別に別にって何言い方
でも新しくコナンくんのやつが始まるので、あれかな、スパイダーマンの代わりのところがコナンくんなんかな。嬉しいです。チジハットありがとう。マスクズがごじもさん、うーん、チョコポップほんとハットありがとうございます。あ、まあコナン君に変わるのかは分からんけどね。なのかね。どこがコナン君なの。何が。でもドンキーコングもできるしね。ちょ、あんまり興味ないけど。あんまりね。私ユニバ行ってマリオの方とかあんま行かないんで。あれは持ってるの。バンドは持ってるんですけど、一応あんまり行かないかも。つるちゃんとありがとうございます。りなさんとロコポコさん、え、レインボースターマクソ、あー萌池銀河さん、クッキーありがとうございます。コインのやつ、そうそうそう、コインのコンコンってピンピンってやるやつ、コイン集めれる。それでいや、私はユニバで好きな部分が、まあそれはね、あの個人の感想なのであれなんですけど、私が好きなのはそのやっぱ洋画のものが好きなんですよ。ジョーズもそうだし、ジュラシックパークもそうだし、スパイダーマンなくなっちゃったけどスパイダーマンとかもそうだし、そういうのが結構洋画が私はユニバだと思ってる。でけえなんかマリオとか、まあね、ちょっとうんみたいな感じ。ハリー・ポッターとかもさ、めちゃおう、まあでもそれでもやっぱこうね、だからって全部洋画だとそれはそれで違うのかもしれんけど、やっぱこうキティちゃんとかがおって、そのワンダーランドがあって、まあ、全部合わせてユニバなんだろうけど、でもなんかどんどんこのアニメ要素が増えてきてるじゃないですか、まあ、クールジャパンで結構さ、まあ、モンハンはまたちょっと違うけど、まあ、次あのヒロアカとかコラボするし、でコナン君はもうレギュラーメンバーになるし、コナン君はバカ嬉しいんですけど、まあ、なんかねえなあと思って、もっとこう洋画のものが欲しいなって思ってたりはする。バックトゥーザフューチャーとかさ、あった時とかあんまり私もう記憶にないので、バックトゥーザフューチャーあった時とかもう一回しか行ってないので、いいなと思って。でもやっぱ曲を聴くとユニバって感じはするし、そうウォーターワールド、そうウォーターワールドもあるしね。エリックさんチョコポップありがとうございます。ダイナソー一番好き。あ、ダイナソーね、いいよね、の爽快感がもうなんか、もうでもあの遠心力でこのあの洞窟の中に入っていくところとか遠心力やばすぎて、もうなんか声でなさすぎて皆さんあーって普通出すんだけど、もうその声も出せなくて、もうねあー無理無理無理あそこが結構きついですね。でも好きですよ。たまにマジでご飯食べた後とかに行くとあの出ちゃうんじゃないかなって心配になるけど、楽しい、好き。でも私は一番好きなのは、まあ、上手なんですけど、上手最近めっちゃ並んでるんで全然行かないですね。夜のやっぱハリドリの最善が一番ラブリーですね。すんごい綺麗なんですよ。でも普通に乗るんだったら一番後ろ、
一番怖いから。カツオさんチョコポップありがとうございます。ユニバは一人で行く、誰かと行く？あ、どっちもあります。一人でも行きます、全然。はい一人で行くところの、あのマジいい点は、そのまあ、自由に行動できる、自分の思うように。あ、次これ行こうかな、あ、じゃあ次があれ行こうかな。しかもこうシングルライダーで乗れるので、まあ、普通に並ぶよりかは早い。まあちょっと違う人と相席になるんですけど、まあまあまあでもまあみたいな感じ。ナスエさん、チョコパパありがとうございます。パブもごそね。あく、なんて言うんだろう、なんて言うの、豆腐燃焼燃費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 もご、あ、も、も、もごもくさなんていうの、た、うん、なんていうの、もごったもごった塩味もごったますみかマクスごします。ハッタンタンタン、ありがとうございます。メガネかけれんから景色とかも。確かに。コンタクトやめたの。なんかあったの？そのやめたまでのその道のり。充血するよ。あまあね、それは確かに充血するね。私もカラーコンタクトはなんですけど、まあつけるときとつけないときがあって、まあつけるときは結構やっぱつけた瞬間から充血しますもん。まあね、それはそうやしね、あのバイト先でつけて出たんですけど、この間もうめっちゃエアコンがもう直で当たってて、ちょうどでもめっちゃもう愛が乾いてやばってなった。やばいやばい、目ん玉取れると思って。つるちゃん、かなとしさん、かなとしさん、かなとしさん、ハッツー、ほんとみだまもなくメインゲートがオープンします。Good morning, everyone. Welcome to Universal Studios Japan. This is the moment you've been waiting for. The best day in the world is waiting for you. 10時ハート、ありがとうございます。愛がドライ。ありえないワクワク、ドキドキの驚きの体験、世界最高の一日が皆さんを待っています。よーし、みんな行くよー。
それではオープン。わーユニバーオープンした。ちるちゃんずさんありがとうございます。大阪のライブ行きます、楽しみにしてます。だってかなたしさんありがとうございます。ありがとう、嬉しい。昼と夜どちらもですか？どっちもどっちかですか？来てくださるだけで嬉しいんですけど、これサメついてるカノンですか？姫爺さんかな。ハート流れ星ありがとうございます。トスさんもハートありがとう。ユニバ子供の頃に行ったっきりだから記憶にない。あ、じゃあもう塗り替えましょう、新しく記憶作っちゃおう。トシさん、ここは大チョキセイリンさん、ありがとうございます。ここはどこが好きなんですか？カノンちゃん初めて生で見る。かわいいよ、かわいい。いやもう私もね、会うの何年ぶり。いや前に会ったことあったんだけど、いつだったっけな、あれは何年かな、何ヶ月か。今度貼って顔。いや顔はさ、そうだよね、顔以外は。じゃ顔以外で、あ、プレゼンしてみて、私にココアのこういうところが可愛いんです、だから推してるんですっていう、そのプレゼンして。ダンス楽しみすぎ、イエーイ。ダンス楽しみ、誰がダンスするって言いましたかね。まゆさん、やっさんさん、チョコポップありがとうございます。ポンタハット、ありがとう。前も確かに初めてかのんチャンネル、へへへ。昔のカノンのままなのか、ちょっと変わってるのか、どうなんだろうって楽しみなんです。私もトシさん、ポンタチリちゃんハットありがとう。カナトシさん、チョコポップありがとう。チョコポップ、いや、ダンスメイン言うたやん。言うたね、確かに、ごめん。やるやる、やるよ。雪だるまさん、あすみちゃん、チョコポップ、トシさんハットありがとうございます。のどぼこさん、アイスありがとうございます。としさん、てるちゃん、ありがとう。何見よんだって。え、何も見てない。毎回ダンスすごいのにって、え、私いい、嬉しい。そう、まあ大阪はちょっとダンスメインです。で、どちらかというと夜の方がすごいです。はい。待ってます。あすみちゃん、DJ ハートありがとう。けんぼうさん、クッキーありがとうございます。グッキー、わーあーわー、グッキー、楽しみ放題、毎日毎日お疲れサンバ。ちちちちハートありがとうございます。かのちゃん昔と変わらんで、あ、ほんと。いや、私の昔の記憶結構あれです。はい。あ、まあまあ、もちろん確かに昼と夜どちらも来ていただけるのが一番おすすめです。おぬぬめ、BGM すげえやが。そう、ユニバ、もうユニバ、もうはユニバ、ウェルカムトゥユニバーサルスタジオジャパン。何それ
安田ヘルさん、かわいい猫ちゃん、バレンタイン猫ちゃん。ゆうちゃんとかのんちゃんの新名が好きだったからな、懐かしいね。誰のことを一番目に愛してるのか教えて、眼差し来たのに。トゥルトゥトゥルトゥトゥル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 ルルルルトゥルルルルル。皆さんありがとうございます。で結構違う、まあ違いますね。誰を殺せばいいのだろう。愛してなんだっけ。メビウスのワーク。ハンシュタンチョコポップありがとうございます。ネギリンさん、クッキーありがとうございます。好きだったこれ。そう私はテレレレテテテレレレレテルルルテテルテルルスパンテルテルテテテテルテル。失うものと手にするものが同じかしとは限らない。陸上公園良かったよね。わかるよその気持ちは。わかるわかる。最初の頃のね、ダークネスとかで見えてしまおう、この悲しみの底へ。記憶が散らるだけ、輝くことのない星、壺が全て飲み込んでゆく。確かな光や音も僕の腕が抱きしめてた。ぬくもりさえも塗りつぶされて、誰も知らない。そう難しいね。まあやらないですけど。STN の曲もせんのっていう。 STN の曲はしないです。STN の曲はしないです。わっわっって感じで。テレタンハントありがとうございます。ミュウミュウのいたスタジオが一番好きだった。え、嬉しい。ココア好きなのに嬉しい、ありがとう。それでも私のスタジオのこと見てくれてた、嬉しい。私も楽しかった、スタジオで活動できて。本当にやっぱりみんなそのね、ダンスの個性が、個性がダンスに出てて面白いなって思ってたし、楽しい方です。それを王さんハート、ありがとう。あ、王さん、この、ね、水色と紫のペララ、ありがとう。期待してた。いや、ちょっとやんないですけど。ポンダカッキーありがとうございます。カッキー、今のスタジオのセトリもやってみてほしい。え、今のスタジオ見てんの。
え、何やってるの？あれでしょ。いいんじゃない？ね、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 ね。泣く泣くもない？と、なんだっけ、アドレナリンみたいな。やってたよね。あとなんかあのラムレーズンみたいな、レーズン、わかんないんだよ、わかんないの。あとあのツンデレやってる、ツンデレ。あ、そう、 MC なしのぶっ通し。そうなんや、そうそうそう、一回見に行ったことある。ドゥドゥジェン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 、ヘイジェン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 。私ツンデレ、ドゥルル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 ル、一人で生きてよかった、見かけだけはツンドゥン。人格を愛しなさい、持ってちょうだい。ドゥル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 、じゃん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 。みつき様もいなくなるし、あ、ショッキーだったら、あ、アリちゃん、リチャーハンターにやったビーフオーチキン、あん、チキン。ルン、ありがとう。完璧ライブも懐かしいね。確かにやってたね、完璧ライブ。あ、ゆっくりさせないで。はい、ただいま、ちょっとね、でも一時的なんですけど、今え、なんかね、Wi-Fi が、お母さんに Wi-Fi を切られて今なんかで、こっちで配信できてたんだけど、できなくなっちゃった。あら、動かんくなった。こっち充電してたっけ、こっちでさ、歌、あの、カラオケしようと思ったんだけど、こっちだ。あ、充電ないよ。じゃけさ、待って、と思って。やばいってなってる。どうせ緑になるもん。
じゃーん。乾杯する。ちゅるちゃんハットありがとう。こっちの方がね画質がめっちゃいい。でも自分の方、自分の本当の方の携帯。乾杯。酒がなくなります。お酒はいっぱいあります。私の家には飲まなくて。私がダメだ、ご観光になったわ。どうしよう、どうしようどうしよう。どうしたらいい、こうなった場合はどうしたらいいの。悪夢が再びだわ。まあバレンタイン
甘い甘い恋の魔法箱、宇宙味の秘密のチョコレート、2人だけのデコレーションを散りばめて彩って食べちゃおうか、苦い苦い愛の玉手箱、未来味の不思議なチョコレート、温めて混ぜたら絶対いつか最高に幸せな味になるの。キラーさん、チョコポップチョコチップ僕は大好き生理さん、ルン Thank you so much, see you next time。 つーちゃん、ルン、アンディさん、アンディアンディ、え、トイストーリーチョコポップ、あー、チョコポップ終わってる、うさがー、ルンさん、ルン、ジュージハッビフォーチキン、チキン。流れ星ありがとうございます。チョコレートボックスっていう曲でした。曲でした。いいよ。リクエスト募集。歌ってほしい曲リクエスト募集します。苦い苦い、そんなにね、できないんですけど、多分まあ、そこはやっとくか。せーの、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、届くといいな、解決の
チョコレートディスコ終わり。はい、充電がもうあれになりましたよ。材料は一応今から買いに行きます。でも油だけないんで、そう、油だけない。油を買ったらもう完了。余裕。ごめんね、みんな待って待ってて、ごめんね。こんなだからさ。
ウキウキドキドキもない。誰が計画せないって疑うこともある程度ね、怖くないんですよ。ほらね、そばにいるから傷だって分け合いたいよ。口が悪くて不愛想で誰も頼らないの。今日も笑顔を探して隣を歩きます。距離がどんどんどんわかんなくなって、一人ぼっちいつの間にか私信じたから、バカみたいだね。ほらまたつまずいて、私だけで秘密隠したいこともあるの。一人だけの秘密にしちゃえ、知らない使うか迷ってる。なんだっけ。夢色で出るかな。
あれ名前なんだっけ、あれこれあるかな、今日も運ぶよ酸素酸素、ガラス中の隅から隅へ、だけど広くて迷子迷子、手助けされてる働く細胞。今日も雑菌排除排除、細菌ウイルス出てこいや、絶対逃がすの郵送郵送、プロフェッショナルな働く細胞。最高働くぞ働くぞ、毎日毎日洗浄、37兆、この人に次に会えるのはいつかな、とは時には足りますよ、命令受けてテンションアップ、やる気起き出す働く細胞。最高働くぞ働くぞ、毎日毎日ドラマティック、異常はないかチェックチェック、やれやれ一息入れますか。最高分かんないけど、何かありそうな高いブルースカイ、会いたいから焼いちゃおうアップルパイ、君の笑顔見たいんだもん、
さんチョコポップイコールさんブンヤマティさんハット準備オッケーよマイダーリーオーブンよレッツビービービーよろしくタイム急に携帯が鳴り王子の声好き好き好き待ちきれは知ってるかな。これ知ってるかな。全然違うけど。可愛いでしょ。アパ。バレンタイン。アップルパイ。アップルパイ。全然バレンタイン関係ないですけど。一人じゃできなかった僕たちが巡り会えたことにマジで感謝。 Hey! シャラララ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 シャララシャラ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 ララビジョン塞いでる。それでも決して背中見せないで仲間のゴール目指す前に目覚めはナイフなどなら熱い侍魂まるで稲妻さあ声を出すあの大空に大丈夫僕ら君の隣人生まだまだ僕から愛する好きなもんが名は
シャララ。ではいないです好き、いやめっちゃ好きってわけでもいいんですけど、見てた、いないで見てた、もうちょっと記憶乏しいんですけど、いないで見てサッカーやってました。ちょっとでしっかりなんかあの技出してました。マジで感謝って言います。まさか知ってる人がいるとは思わなくて、歌います。1個あげる。2個、あ、3か。まさか知ってると。恋してる君に恋してる僕は振り向かせたい。あー大好き。青春チョコレートしたいんだ。放課後会えます。
チョコはダメじゃん。はい、そして最後にこれ、これも知ってるんだと思った曲、シロさんチョコポップありがとうございます。もっと君にちょちょっとこれ、あ、歌えないな歌えなかったちょっと待って、あげたい1でいいのかな、1上げたらいけるかな、さっき1上げた、好き好き成人落っこちそうな不愉快も宇宙のせいなのだちょっと待って分かんなくなってきた気が、二人だけの異空間でほら視線があっただけでまた妄想チューチューチュー、知ってたいの何もかも声で伝えてほしいのです、この星がもしもなくなってからじゃ遅いんだったった、君が隠したハートを僕は今も惜しいんだよ、次のシグナル出してよ、恥ずかしがらないで、低いな、せーの、もっと君に恋したい、好き好き精神 I love you の気持ちも嘘つかないで、宇宙的多速体重超えて好き好きでいて、君と中を毎度に変えたいのだ、君の声が僕のいるリズム、好きは見えないとわかんないから、好き好きも好き好きもどれも僕らだけ通じる言語、バラバラな愛情もきっと元は同じものでしょ、好き好きが行き過ぎた時は笑って許してほしいのダメ、ダメダメな僕だけど君を笑顔にしたいの変わらないよ、君と出会った最初の感動を僕ら今も覚えてる、距離は遠くなったけどさ、まだ近くにおう、好き好き成人 I love you のメッセージに書きをしないで、ちょっと苦い心の距離も宇宙のせいにして、この星で一番好きで言って、せーの、もっと君に会いたい、好き好き成人 I love you の気持ちで何個でも止めるよ、観測最大級に好き好きでいて、指途中で甘い色の恋をしたいのだったった、君の声が僕のいるリズム、好きは見えないとわかんないから、君の声が僕のいるリズム、好きは見えないとわかんないから、見せてほしいの、好き好き成人、みんなはみゆちゃん好き好き成人ですか、イエーイ。
好き好き星人。すき焼き星人いいね。すき焼き星人はい、ありがとうございました。今日はハッピーバレンタインということで、皆さんにね、バレンタインを送ることはできないんですけど、素敵なバレンタインをお過ごしですか過ごしていただけていたら幸いでございます。私はちょっと遅いんですけど、今から作ります皆さんのね元にはお届けできないんですけれども、皆さんの分も作れるように、まあ一応なんか私の見たレシピでは25個作れるみたいなんですけど、まあ限定25人っていうか、まあ、身近のいつもお世話になってる方々に、ちょっとまあ遅れましたんですけども、はい、お届けしたいなと思っております、はい、かっくん、チョコポップありがとうございます、はい、配信アンガチョ円ガチョみたいなアンガチョ円ガチョアンガチョこちらかと、ライブで配ってくれてもん、オンラインバレンタイン会、おのおの自分で準備してきてそれを食べる自分で食べるっていう感じで、神戸プリンみっちゃんだって、いや美味しいよね、わかるよ。チョコパップありがとうございます。かくんもチョコパップありがとうございます。ねずおさんもありがとう。かくん流れ星ありがとうございます。皆さんからの逆チョコお待ちしております。はい、チョコレートはまあ送れないんですけど、はいお肉のカタログは送れるんでギフト券とかも送れるんであ、ポケモンカードも送れるんで、待って待ってはいはい、待ってます。あ、でもさ、本当に思うことがあって、本当にそうですね、こうみゆみゆじゃなくなってからこう今プレゼントを再開したじゃないですか、まあ、STU じゃなくなってからプレゼントを一回言ったんですけど、また今はこうずっとプレゼントをね受付をしてるんですけど、やっぱりこうプレゼントいただくっていうのすごく嬉しいなって思ったのと、あとプレゼントと一緒にこうファンレターをねやっぱ送ってくださる方が多いんですけど、ファンレターの破壊力ってすごいなと思って、今までもねもちろんたくさんいただいたんですけど、なんか今はやっぱりその前よりもそのいただく量も少ないので、すごくその一枚一枚がずしんときて本当にありがたみが強いです。うん、すごく本当に嬉しい。ファンレターってこんなに嬉しいんだって思ってます、はい、なので
プレゼントと共にじゃなくても全然。ファンレターだけとかでも本当に嬉しいです。なんかやっぱりそのみんなと話せる機会っていうのはないので、こういう感じでしかやっぱり交流会はないから、その本当にこの時こう思ってたんだとか、そういうことをこう聞けるとすごく嬉しいし、やっぱりほとんどの方々が頑張ってねとか、こういうこの時に僕は救われたんだみたいな、そういう内容とかを見ると生きててよかったってちょっとそれは 重すぎかもしれんけど、ちょっとそれはオーバーに言い過ぎかもしれんけど、でもほんとそういうぐらいなんかこの活動しててよかったなって思いましたし、そのみんなと STU の時に出会っててよかったなって思ってます。もちろん私が STU じゃなかったとしても、これからというかね、出会ってますもんね、運命共同体っつってすごいなんかマジで思いました。本当に嬉しいです、ありがとうございます。なので逆チョコ待ってます逆チョコ待ってます、ペロペロもうアイドルグループ活動しないの、 AKB 推しなんだけど。そうなんですよ、私はちょっとアイドルグループはしないですアーティストとして、私の夢は声優アーティストになることが夢なので、はい、ちょっとそっちの方面にアーティストをちょっと路線を変えて、まあアイドルっぽいその肩書きももちろんいると思うんですけど、はい、だからつくづく本当に皆さんと出会えたことがすごく幸せだし、これからの生きる糧にもなるし楽しみですね、嬉しいです、やっぱ出会えたからこそ今こうやってね、こうやって活動もできてるのでありがとうございます、本当に。はい、そしてただいま門脇麦のソロライブツアー2024というのをね、決起集会っていうのをちょっとやってるんですけれども、今週のなんと日曜日にですね、大阪で2月18日です、大阪にてライブしております。昼と夜2公演あるんですけど、なんと元同僚のね磯貝かのんちゃんも出てくれるっていうことなので、はい、かのんとのコラボレーションも楽しみにしていてくださったら嬉しいなと思いますし、昼と夜で全然セトリの感じも違います。で今回はちょっとダンスをテーマに大阪は盛り上げていきたいなと思ってるんですけど、どちらかというと夜の方がダンス多めです。はい、なんでまあどっちも来てくれた方がいいかなっていう感じねはい、でチケットがですね E プラスさんの方に行って販売してるんですけど、大阪の昼公演はもうちょっとでね完売しそうなんです。でも夜はいっぱいよろしくお願いしますはい、そして3月10日には東京で私の生誕祭が行われます。金木さん3月11日、お誕生日なんですけれども、その前日ですね、はい、になんとね皆さんにお祝いしていただけるということなので、はい、東京でお待ちしております。こちらも昼と夜ございます。そしてねゲストにキーボードねミッチーさんと元同僚榊美羽ちゃんクーカっていう方がね出てくださいます。はい、どちらも2人とも出てくださるので
楽しみでございます。30歳そうです、みそじ21歳になります。次ではい一緒にお祝いしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、まだちょっと東京のセトリはあれなんですけど、一応空花とやる曲とかは打ち合わせはしております。はい、でこっちもE プラスさんの方に行ってチケット売ってるんですけども、チケットがって感じなのでよろしくお願いします。特に夜公演ピエンピエンです。よろしくお願いしますはい、応援してくださると嬉しいです。やっぱり日曜日だからね、次の日仕事とかある方はなかなか帰らなきゃいけないっていうのがあるとは思ってる。それは重々分かってる。でも来てくださいお願いしますはい、では皆さん今日はありがとうございました。ハッピーバレンタインでは13位キラーさん、12位カツオさん、11位フッさん、10位アマチカズさん、9位ルコポコさん、8位ペパミン、7位スナイルさん、ハッピーバレンタイン、ハッピーバレンタイン、逆ちょ困ってるね6位チルちゃん、5位モーさん、4位ディディ、バレンタインかわいかった、チョコ頑張ってね。うん、まあチョコはつかまないですドーナツみたいなの作る全然チョコ関係ないんですけど、まあはい3位がココ、ココは大チョキ星人、ドーナツありがとうございますここは大チョキ星人なのにありがとうね。そして第2位がトシさん、ありがとうございます。そしてそして今日の第1位がボンドー、素敵なバレンタインデーありがとう、本当出会いに感謝、強くなれたぜ、一人じゃできなかった僕たちが出会えた、ん？巡り会えた、あ、巡り会えたことにマジで感謝、ヘイです本当に私に出会ってくれて皆さん本当にありがとうございます。見つけてくれてありがとう。たとえ押してくれていなかったとしてもそれでも嬉しいです。ありがとう、今日見に来てくれた皆さんありがとうございました。ライブあれがあるから調整むずいけどワンチャン見に行くわ。あれワンチャン、そのワンチャンにかけます。ありがとう、ありがとう。トムトムさんハートありがとうございます。フーさんハートありがとうございます。ありがとうございました皆さん、ハッピーバレンタイン。そして18会えるの楽しみですね。素敵な一日を過ごしていこうね。よろしくお願いします。え、なんみんななんか話分かってんの、え、なんでなんでなんで、あれあれあるけど行くよって、何あれって、あれって何あれって、え、ヒール入ります、盛り上げてください、よろしくお願いします。今日もありがとうの、ありがとうの、ありがとう、ありがとうね。え、何？あれって何？18日ワクワク、目が笑ってない、その絵文字え、何？よろしく、よろしく、多分刺した
え、全然察しないんだけど。え、ガチで察しないんだけど。何何何、え、なんかある？その日18日なんかあった？え、なんかあるけど。ん？なんかある？え？なんでこんな静かになるん？急に1時間とか言ってたのにもう2時間になるって。はい。19ならわかるけどね。あ、わかった。19でしょ。え、 19の話してんじゃない。もう美月じゃない。違う。18？ もう配信中だって。え、だって誰誰？え、え？それ言って、それ言ってくる。え、なんかあった？行くというか、どこでもできるというか。あ、ひな。オンラインというか、ひなね、ひなの18。お、そういうことね。そういうことね。話すやつね。オンラインっていうかあれね。え、あれ握手会とかはないの？もうずっと話し会だけ？みんなライブ待ってる間携帯見てる。そうだよ、あの多分。ああ、そういうこと。へえ、ええ、それは楽しんでこれ、それはごめん、楽しんで。うん、それは
最後の最後までオタ活して、うん、ねえやっぱもう会えなくなるかもしれないからね。それはねごめん把握できてなかった、ごめん、うん、それはね、あ、余裕があったら、余裕があったらで、はい、お願いしますもうね、それはさすがにね、やっぱね、嫁の最後だからさ、やっぱね、私はいつでも会えるけどなまあ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 ね、それはやっぱ思う存分話した方がいい。あ、マジでこういい感じに余裕があったらでお願いしますまあでも待ってますはい、という感じでありがとうございましたさあ、ありがとうございました。今日も配信またもうちょっとでライブ楽しんでいきましょうね。あと次は土曜日あるかないか配信ショールームっていう感じですかね。そういう意味ではもうすぐみゆちゃん一途になるかもよ、だよ、なるかもだからね。でも、うん、未来はねどうなるか分かれへんからな。まあまあその時は楽しんでください待ってますね、皆さん土曜また連絡します。やるってなったら、はい、やるってなったら13時からなので待っててください。はい、では皆さんありがとうございました。おやすみなさい、ゆっくり寝てね、おやすみ。今宵もまた夢で会いましょう。土佐先生最後の詩は、ほんまに정말감사합니다사랑한다ありがとう、おやすみ。